はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はリバース1999の先行プレイさせてもらえるということでやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。結構気になってたゲームではあったんで、ありがとうっていう感じです。はい、ではやっていきましょう。ヘッドフォンやイヤホンを使用するのがおすすめします、がおすすめしますじゃないね、をおすすめしますか。はいはいはい、まあイヤホン大事って言ってるからイヤホンつけて聞くか。雨の音。おう。いや、違う。ストームだ。ストーム？嵐？ストームがやってくる。おお。雨とかそういう関連のやつがあれか、結構大事っぽい感じはするね。なんだ？船酔いか？きちんと目をかっぴらいて、意識を保て。この金魚のふんだもめ。ただいま正午12時、アップル号から送るラジオロックンロールに招かざる乗客がやってきた。この大海賊レグルス様が、ここ数日に及ぶあんたらのストーカー行為に対して正式に取り調べをさせてもらう。おお。ここから起こるロックな日々を楽しみにするがいい。ラジオを聞いている同胞たちよ、あたしと一緒にカウントダウンしよう。3、2、1、セイユアネーム。イギリス政府の手先どもめ。セイユアネーム。マヌス・ベンデッタの強盗どもめ。音楽現金、商船略奪。そのせいであたしら口を閉ざされこの大海原でさまようことに。だが人々の自由に対する渇望は誰にも止められない。爆発したけど、普通に楽しんで聞いてたら爆発したわ。ああなるほどね。というのでストーリーが始まっていくらしいです。はい、こんな感じなんだ。れた巨大な漆黒の船が砲弾を撃ってきたようです。こいつ喋るんだ。いるんだ、信者がいっぱい。見つけた。一時の方向から敵が襲来。今だ。アスコルタ、カピーレ、デガール、フェルドナール、エーデスビドセーラ。おお、かっこよ。シンプルにかっこいいな。待ちきれないぜ。おお。ということで、敵襲です。私たちを導いてください。始まる感じだね。はい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 。アルカナムの基本ルールと戦闘方法について。もう一度説明させていただきます。はい、ありがとうございます。スペルはすべてここに生成されます。はいはいはい。スペルをタップし選択すると対応するアルカナムが召喚できます。うんうん。あなたの新スペルを長押しでアルカナムの詳細が確認できます。あ、これいいね。詳細見れるのはいいね。ああ、範囲攻撃とか与えることできるんだ。もう一度タップしてスペルを選択しましょう。はい。ここに私たちの行動回数が表示されています。スペルを選ぶと回数が消費され、選択が完了するとスペルが発動します。うんうんうん。タイムキーパーチャンスです。先手カールを見せて。これは普通に攻撃ね。単体に 200% のリアルダメージ、メンタルダメージ。なるほど、特殊と物理攻撃ね。わお、シンプルに敵全体攻撃やだな。整いました。はい、変化の準備が整った。ご覧ください、スペルの上にランクが表示されています。うん、隣り合うとより高いランクのスペルに融合します。適切なスペルを配布し、その両脇にある同じスペルを隣り合わせにするとランクが上がります。なるほど。刃のようにスペルを発動する時です。タイムキーパー、いけつれしちゃうぜ。これで火力が上がるのか。あ、バフをした後に火力が上がってるって感じね。おえー、無事敵の包囲を抜けられました。勇気ある決断に感謝します。タイムキーパー、これちょっとおもろいな。なるほどな。ここまで来ればひとまず安全でしょう。ゲーム性としてあれなんだ、普通にコマンド選んで終了ではなく、コマンドを選んだ後に融合してさらに強くなって火力出せるっていうのは
結構これ新しい感じがするな。へえ、こんな感じなんだ。これ、なるほどね。この敵は何かが違います。今までもよりも不気味で危険です。もう一歩進んだ戦略が必要です。はい。よく見て熟考し、より高ランクのスペルを作らねばなりません。はい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 。スペルの位置を移動し融合させられます。最高で3になります。やってみましょう。あ、移動することもできるんだ。へえ。素晴らしい。あなたには才能がありますね。なるほどね。私は知っています。行動回数は非常に重要です。スペルの移動にも回数が消費されます。状況に応じてスペルを構築し、戦略を立てる。それがあなたの役目であり、事実最も得意とすることです。これで敵に立ち向かう準備ができました。なるほど、パズルなんだ。動かすのにも行動を使っちゃうんだね。え、けどこれ間違えて動かしたりとかすると罪だよな。ちょっと怖いよね。敵2体に275のエレメンタルダメージ。お、飛ばせたけどなんかちゃうやつ出てきたな。あー、もうこれは素直に移動させろということだから移動させとくか。はい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 。で、これは素直にこれでいいのかな。リアルダメージ、まあとりあえず300ダメージだったら武装解除。何それ。わあ痛い。あー、けどこうなったら多分一応こうしておくと2つ融合できるんだ。はいはいはい。で、この後のまあ多分これで倒せると思うけど、この後の戦略を有利にできるって感じかな。あー、武装解除、アタック系のスペルが使用不能、こういうデバフとかもあったりするんだね。なるほどね。 MP を1減らすとかあったりするんだ。はいはいはい。うわ、残っちゃった。あー、けど物理攻撃なんか不能にしてたから大丈夫だったか。これだった場合、ここをここだよねに持っていくと、あ、そうか、1と2のやつはダメだから2と2にしないといけないのか。あー、今のは間違ったな。あー、なるほどね。で、一気に火力出したいと思うんだったらこの1のやつを残しとかないといけないんだけど、まあ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 、やられると思うので普通に殴る。いいっすねー。え、おもろい。まあとりあえず、あ、ここをタップするとより速い速度でできます。次のターン、攻撃時に召喚されるスペルタイプが頭上に表示されます。カードの下の文字からスペルタイプを確認できます。アタック、デバフ、バフ、カウンター、ヒール、アルティメット、合計6つあるんだ。アルティメット入れて結構これ大変だな。はい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 。ターゲットするとできると。ささやかな成長、300のメンタルダメージ、 HP 回復。え、 HP 回復めっちゃいいじゃん。え、普通に痛そうだけど。知恵と力、より大切なのはどちらかな。おー、で、いろいろ素材ゲットと。いいね、これが、そういうこと。回して、いつものように。なんかシュールだけど、回すか。あー、なるほどね。くるくる回してってやつなんだ。へー、それはよく知っている姿です。知っているのか。おー、湖の水は今にも溢れそうで、ひんやりと波紋は揺らめく糸のように。チームメンバーのためにもさらに準備しておかないと。あー、はいはいはい。まあ、ここである程度ガチャが引けるっていう感じなんだ。え、いろんなキャラクターがいるね。レグルス星6なんだ。あー、6が最高なんだね。なるほど。タップしてキャラクター画面に移ります。おー、はいはい。こんにちは。今日のシャツはあなたの瞳によく似合っていますね。この子結構好きなんだよな。あー、レベルアップにはダストと銀貨が使うんだ。え、カムに
カムでいいんかな。え、これなんて呼ぶんだろう、ちょっとわかんねんだけど、まあ銀貨かが必要と。まあお金を使うとレベルがアップできるっていう感じなんだね。というのでいろいろ戻ってきたんですが、まあある程度ちょっとここら辺の概要ですね、 UI ちょっと見ていきますか。ミッション関連は一括受け取りだね。これができるから結構楽かもしれない。ダストと銀貨ゲットできるから、まあこれをデイリーでちゃんと毎日やれば、まあ育成はできるよっていう感じかな。で倉庫に関しては、あーこれは素材関連だね、はい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 。で銀行、あーよくあるやつだ、はいはいはい。受付マシン、初心者応援用とかいろいろあったりとかするんだ。初回召喚パックとか、あマンスリーパスある、いいね。やっぱねマンスリーパスとかあるとちょっとテンション上がるからね。で平穏カウンター、幸運カウンター、へーなんかいろいろあったりするけど、とりあえずこのウサギのやつかな、がとりあえずガチャを引くためのやつだから、まあこれを基本集めていくっていう感じか。でおー、なんかここら辺はちょっとまだわかんないけど、なんかいろいろあるっぽいね。真相観測って言ってるから、サイドストーリーか何かがわかるって感じなのかな。うん。でテーマ、あーこれはあれな気する、部屋な気がするな、はい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 。でああいつも通り、あ初回2倍があるらしいです。初回2倍あったりするとちょっとテンション上がるね。ということでリバース1999の先行プレイしてきたんですが、こんな感じとなっております。まあ実際このゲーム音楽がねめっちゃいいんすよ。音楽が良くて、世界観関連も割と背景見たらわかると思うんですが良かったりするんで、面白そうなゲームだなっていうのもある。あとはね、俺がねちょっとね好きなゲームがあるんですが、それとシステムが結構似てる。正直そのシステムよりも上のレベルのなんかコマンド要素、コマンドゲームとなっているんで、まあこういうコマンドゲーがたいっていう方からすると結構いいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと、もう眠ったのですか。良い夢を。毛布は、はい、これで風邪をひかなくて済みますね。なんか画面タップしないとこういう感じで喋ってくれるとかいろいろあったりするんで、まあマイルーム機能っていうのも結構いいんじゃないかなと思います。まあ実際ねちょっとね、多分動画としてどれぐらいの尺になってるかわからないんですが、シナリオのボリューム等も結構多くて面白かった内容となってるんで、もし気になる方は触ってみるといいんじゃないかなと思います。ということで最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。